土佐電気鉄道2000系電車は土佐電交通の路面電車車両。形式名は製造初年の2000年及び主車に由来する。2014年10月1日付で土佐電気鉄道が高知県交通土佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い土佐電気鉄道から土佐電交通に承継された。 比例棒で老朽化の進んだ200系の置き換え用として登場した車両である。2000年から3両がアルナ後期、アルナ車両で製造されている。2001号2000年に1両が製造された。車体は全面非貫通型12メートル級に扉の普通構成となっており、全面窓には1枚窓を採用し、全面窓上に行き先方向膜を下両側に全消灯。 標識灯を左右両側にワンマン運転用のサイドミラーを装備している。白で塗装され、前面及び側倉庫が濃い緑、上が青、車体下部が灰色で塗装されている。土佐電気鉄道の路面電車車両では初めて、側面にも方向膜が設けられている。車内では赤系統のロングシートを装備し、運転台左後部に自動両側駅付け運賃箱を 側扉付近に乗車整理券発行機を設置している。またステップが3段となり、1段目が 110mm に下げられ乗降しやすくしている。制御方式は抵抗制御であり、主要機器類は、主電動機として2 0 0系2 1 8から流用した SN50 を2機、主制御機は直接制御の KR-8、駆動装置はつり掛け駆動方式を採用。 台車は同じく2 0 0二2 1 8から流用した FS73 を履いている。書類上は申請者として扱われているが機器を200型から流用しているので実質的には車体更新車である。終電装置は土佐電気鉄道としては初のシングルアームパンタグラフを採用した。土佐電気鉄道の車両では初めて車内放送装置に音声合成装置を装備した。 当初は松下電気製を装備しており、自動放送の声優が現在とは異なっていたが、2003年にネプチューン製に交換され、これに伴い声優も現在の声優へと変更された。なお、同年に500系、300系、7型、外国電車を除く旅客車全車に対しても、ネプチューン製の音声合成装置への交換が行われている。100系の登場による、 造備中断を経て登場したグループであり、2004年から2両が製造された。車体や車内仕様、主要機器類など、車両の仕様の大半は2001に準ずるが、行き先表示器が方向膜から LED 化、音声合成放送装置は、登場時からネプチューン製を装備するほか、ロングシートのモケットが赤系統から緑系統に変更された。 2000年6月23日に運転開始した。統計式は10両程度増備される予定であったが、財政難などの理由により増備は3両で打ち切られた。2014年10月現在3両が在籍し、井野線、張間や橋井野間、五面線、張間や橋五面長間、三橋線高知駅前三橋通り五丁目間の全線で運用されている。ありがとうございます。